ああ、そっちか。まだ動かしてないから綺麗まんまやろ。刀もマッハも意外と綺麗やろ。こうしてみれば乗らな。タイヤ変えたとこでさ、ビンビンが残ってるやろ。粒粒がいっぱい。全然走ってない。これと一緒やね。あれもやったけど、変えたけど、後ろがビンビン残ってるだけかな。ビンビン。これ探検しないですか。これどこのマフラーやったっけ。ストラーカーやったっけ。マフラーどこやった。じいちゃんマフラーどこやったこれ。マフラーな、どこやったっけ。ビートン、あの鈴鹿で、あの作っとうとこやねんけど。あー、うん、ストライカー。そんなんやもんちゃう。違う、うん、うん、作っての境レーションがあったし。あ、それが可能性大やな。あの、レースしよう人なんかにマフラー提供するとこ、提供しようとこやねんけど、なんか5社しかないらしいですね、マフラー作る。その機械が整ってんの。そうそうそう、うちみたいに曲げするとこは貴重やねん。今度ちょっとイメージチェンジに、うん、昔の吉村のマフラー持っとうから、うん、7班に付けとく。あの、うちの黒坂刀カウルコピーさせたのか。うめえな。行こう。肩取ってな。肩取って、FRP やったね。FRP やから。そのまま商売にもなります。なるだろう。加工なしで付くから、これ。うん、全部。タンクは一緒やな。タンクは一緒。この辺も出てちゃうな。テールカウルとアンダーカウルとフロントカウル、あのフェンダーいけるんって。これとこれぐらいちゃうの。そうそうそう、このカラーリングでフルカウル作ったらいいね。気づいたね、じいちゃん。溶けたら高いね。これ肩を作るだけで高いわな。1台突っ込まへんかったら綺麗やけどな。